ね、ぴょんぴょん。いい感じだな。クリスマスですよね。ね、ねえ、クリスマスのご予定は？当然これでしょなんかこう、あ、ありがとうございます。ボードに貼ってあるやつが今あるので、ちょっとこれを出版記念パーティー。はい、ちょっと告知させていただきたいと思うんですけど、Amazon キャンペーンを18、19の、夜9時から翌夜9時まで24時間でするんですよね。その時のその特典の一つとして、12月24日という本当に空気読んでない日にですね、銀座で黒猫になって遊ぼうぜというようなパーティーをします。黒猫本の中にですね、この黒猫ミーティングっていう会合がの話が出てくるので、リアルにまたこれもやってしまおうということでやるんですけども、なんと今日のゲスト、沖本瑠璃子さんもいらしてくれるということで、嬉しいです楽しみ。ね。皆さん、瑠璃子さんに会いに来てください。多分ね、サリーちゃんばっかりですから、い私はやいやいや。おで手ね、伝いを。みんな猫になってきてほしいんです。猫か黒、黒。蝶ネクタイ、なんか黒の蝶ネクタイとか、黒の棒ハットとか、黒スーツとか、でも男性だったらそうでいいそうでなんすだ。し、女性だと猫耳つけたり尻尾つけたりみたいな感じでしてきてもらったら、なんか見た目にも楽しめるかしらと思いいいまでしすよて、ね。ぜひ来てください。よろし楽くおし願みいしでます。す。はい。っていうようなことですが、何の話をしていましたかね。なんだっけ？ねねえ 本当忘になんれかまね、したそう、ね。だから会議を、こういうふうに会議をずっと、考えてくるというか、きっかけがもともとはその会議で体そう、を壊した体をり、壊した。もう戦争、会議は戦争だということでやられてた瑠璃子さんが、会社が行ったら倒産してて、ねえ、人生はどうなるか分かんないです。波乱万丈でございます。ね、まさか私もね、その当時こういう状態になってるとは思ってないですしね。ねえ、で、新しく入った会社で上司と揉めそう。でもだって戦場にいた人だもんね。そうね。でも揉めて、でもそのおかげで今こういう状態になってるし、戦場だと思っている時にはそのコミュニケーションを知る前も、言いたいことを言うっていうことで、いろんなイベントのお手伝いをあるきっかけでさせていただいた時に、スタッフとしてのアンケートを書くっていうのがあったんですね。として、スタッフとして、感想というかアンケート、その時にいっぱいクレームを書いたんですよ。もっとこうしこうたし方た方ががいいいいんじのゃないに。のかっていうか、こうなするべほきとかど。でいっぱい山のように書いたんですね。その時にスカウトされたんですよ。次の年からのそのイベント、こういう企画をしてるんだけど、その時の担当やりませんかって。だから言いたいことを、切られてもいいと思って書くといいこともあるのかも。確かにね。それが大きな人生の分かれ道だったんですね。私が思うには、そうやって言いたいこと言える人の周りには、言いたいこと言う人が来るそうし、ですよね。裏表ないというかね、っていうのもあるし、例えば人にと一緒に仕事をする上で、器がでっかい人としか仕事しそうできなかくもなっちゃうね。じゃないかなと思って。ということは、器がでっかい人と一緒に入れるということは成長できるというそうですよね。ことにもつながるような気がしますよね。そのきっかけでそのコミュニケーション系の講師をお招きするっていうことになったんですよ。そういうことで。そのイベントで、じゃあ講師を呼びましょうって、じゃあ誰にしますっていうので、適当に調べて。じゃあ、それは会社の中では。会社というより、それはいろんな企業が集まってる、また大きい、組合的なものみ。あるメーカーの、ユーザーの集まってる会なんですけれども、そこでたまたまイベントの手伝いをちょっと会社から知って、でだから会社として行ってるわけですけどね。でもそういう仕事というかことをさせていただいたのがきっかけですね。で、そこで自分で、招いた講師そう、が言う話だから話っていうのが、もあったかな。そう、で、分かんなくて呼んだんですよ。あ、そうなんですね。コミュニケーションってその時も知ってないし、分かんないけど、適当でいいやみたいな感じで、最初は違う方で、すごい起業家の女性のバリバリした社長を
来てもらいたいなと思ったらお話ができないって言われたんですね。できない、うんうん、それでじゃあなんか他の人っていうので、うん、あの面白そうな人をお招きしたら、うん、コミュニケーション系だったんです。で違う価値観がそうそこで生まれて、もうその人のところいろんなこう学びもセミナーとか研修とかも講演会もガンガン受けに来ましたね。もう会社でお金を出していただけるものはもちろん申請して OK になれば行くけれども、もうダメだったら自腹で有給取って行ってました。それぐらい、はい、それぐらい新鮮ハマる、はい、内容だったんですね、うん、だからいろんなものを受けましたね。コミュニケーション関係のものはすごい、なんか東京だからですよ、うん、東京は得れやすいですよね、うん、東京にはいっぱいそういうのがあったからありますね、うん、確かにね。で今はこう全国でいろいろやられてるんですか、まあ、ちょこちょこと、はい、ちょこちょこと、はい、うん、広島でもね今度その25日とか講演があったりするっていう、はい、26日にそれもある、うん、ある学校での研修ですけどね、はい、うんうんうん、ね、そういうじゃあなどこは聞きたいかというと、その新しいスキルを得るわけじゃないですか、うんうんうん、そこで、でそれまでのその気持ちと、うん、そっからの気持ちってどういうふうに変化する、してでどういうふうに人との付き合い方が変わったとか、あ多分びっくりするぐらい変わるでしょう、周りがそうそうすごく言われます。だから過去の私を知っている人は、うんすごく変わったってすごい言われるんですよ、うん、で前この前も会った方には、ちょうどその、まあ、いろんなコミュニケーション系を学び始めた頃なんですけど、うん、会った時になんでこんな人がここにいるんだろうと思ったんですって、違和感をすごく感じたと。こんなみんなでワクワクするような場なのに一人だけ私がすごい怖い人だったんですって。だから関わりたくないとずっと思ってただって戦術学びに来てるんですもんね、うん、でそれが今は全然違う。だから本当に昔会った人たちからどんだけもう別人だって言われるか今、うーん、でも最近会ってる人はこのままが初めてなので、ええ、まだまだ怖いと思われるんだけど、うん、昔の人は本当にどんだけあの変わったかっていうことですよね、こんなつけちゃうキャラじゃなかったわけですね、うん、いや本当はそういうつけたりするんですね、うん、あそうなんですね、ぐらいすごいあの慣れてくると、うん、もう戦場とかではなくってキャッキャしてるんだけども、うんうん、そこまでに行く時間がすごい、うんかかってた。もうだから表向きのようななんていうのかな、もう戦いモードで鎧をつけた状態で普段は接するんですね。うんで本当にすごく長く付き合ってきて、慣れてくると、うん、もう本性というかすごいって笑ったりとか、はい、するので、それを見抜く人じゃないとなかなか付き合えないかも。あ見抜く人、あこの人は今まだ本性が出てないんじゃないかっていう風に向こうがそう、あの見抜いてくれる人、そう向こうがもう逆に近いとこないし、だから怖かったらしいですよ私この前初めて怖い人だっていうことに気づいたんですよ。気づいたというか怖いと思われてるっていうこと、はい、私は優しい人だとずっと学生の時思ってたんですね、戦場だと思いつつ、私は優しいっていう風にいつも長所に書いてたんですよ何かこう書く欄があったら。ところが周りはすごく怖くて冷たい人だと思っていたっていうのをこの前同窓会とかそんなのでいろいろ聞いてびっくり、全然違う180度違 う, そう、あ自分で思っていたのと全然違ってたんだ。ああ面白いですね、はい、あのこう画面を見てるとここにバッジがついてるんですけど、これは何ですか。これはあの、うん、新刊この本のバッジがまず一つと、これはあのカンファリストの日本カンファリスト協会っていう部のバッジ、うん、カンファリストっていうのは、はい、肩書きでついてるんですけど、どういう意味なんですか、うん、会議を活用する人っていうことですね、うん、会議をうまく活用する人、うん、かわいいですねっていうので作ってます、はい、でねなんかこうオレンジがイメージから、そうなんですよね、だからできるだけオレンジのものを買ってしまいます、うん、ねこれもねかわいい、ね、これオレンジ今日は地味に、そうここにももう一個があってそうそう、ね、かわいいんですよ、ですかね、そこのそうオレンジ、うんうん、面白いな、なんかこう人に歴史ありじゃないですけど、ね、人は変わるんですよ、ですから変わっちゃうんです ね思いっきり、だから今懺悔の日々ですよ、懺悔の日々、はい、すいませんあの時にあんな態度を取ってみたいな感じで言っていますだから懺悔集みたいな、そうそう全部懺、これなんかもう完全に懺悔本ですね、これ懺悔本、懺悔本、私があの時こんなことをして、そう
懺悔ばっかり。懺悔本が実は海外でも出てます。お、海外でも、はい、これですかね。読めないんですけど。読めない。そう、実はこれの、うん、あ、中国語の1分だけ読める、はい、話も読める、うん、勘館内で、これにちょっとちなんだやつで、DVD が今日発売。あ、今日発売。今日発売なんです。買えるんですか、誰でも。はい、サイトにアクセスすれば誰でも買えるんですけど、うん、あの、会議が変われば全てが変わるって書いてあって、ここにあれ結局何の話だったっけとならない会議の聞き方の、あの、開き方なんですけど、うん、でも実際はあの話をまとめる手法がちょっと前半と後半に分かれている中で、後半の方の部分ですね、はい、っていうのが。でもこれ笑顔はほとんどないんです。あ、この喋っている時。ええ、なん、私緊張したつもりはないんだけども、こう、うん、カメラに向かって、そう、うんうん、あの、なんかね、うん、NHK のなんとか教養番組みたいな感じで語ってます、うんうん、それはそれで面白いじゃないですか。残酷症ですね。しかもなんかすごいカメラと、あとライトで眩しかったせいか、もうすごいなんかね、うんうん、おばちゃんっぽくやってますよ。本当に、うん、こんな感じですよ。はい。じゃあ動画で言うと今日が一番和やかかもしれない。思いっきり和やかですよね。かなりリラックスして。ああ、いいですね。もうこの番組ほどリラックスして見えるのはないですよ。デビルの。会議が変われば全てが変わるって言ってね。いいですね。そっか、ね、今日発売って私も、ね、さっき知ったんですけどね。12月12日発売の、うん、はい、DVD でございます、はい。株式会社チアフルっていう、ね、名前なんですよね、はいはい、明るく楽しく元気よく、明るく楽しく元気よ く、うん、そう、この3つを一文字で表すと、おう、どういう、はい、キーワードなんだろうと思って調べたらチアフルだったんですよ。そうなんですね、はい、本当はその日本語一筋でこうやっていきたいと思ってたんですね、ずっと昔から、うん、だから会社名も日本語のつもりで、明るく楽しく元気よく株式会社は長いなと、うん、ここはもうしょうがない、もうあの諦めて妥協して英語でチアフルにしたんです、うん、あの嬉しい楽しい、ん、違う、うたし株式会社ってあれですね。あ、なんかそんなのありますね。小林誠寛さんのうた、嬉し楽し幸せ、嬉し楽し幸 せ株式会社がうたしじゃなかったですかね、適当なこと言っちゃったらいけないけどなんかそういう風になるかもしれなかったんです ね、それがチアフル、はいはい、うん、でも明るく楽しく元気よくっていう名前も良かったのかなと思いますけどね、うん、ありな感じがしますよね。そっちの方が良かったのかなと思って。でもチアフルもなんかバッチリ合う感じで、うん、あの、うん、この名前で立ち上げてから、うん、いろんな方から、あ、チアフルってチアリーダーのチアフル、応援なんですねとかって言われて、あ、そういう風にも言えるんだという風に気づきました。でも応援してるってことですもんね、うん、応援するし応援してもらうという、うん、あ、両方、あ、いいですね、はい、あ、そういう意味も取れますね、はい、確かに。そうそうそう、うんうん、小松さん、その DVD を見せてあげたい人がいっぱいいるなぁと。あーねー、ぜひぜひ、ね、あ、そっか、会議って長い会議も本当いつ終わるんだろうみたいに、ね、私がずっとそんな会議に出てたから、だから今いろんな会議に出るとすごいストレスいっぱいですよ。本当です、うん、このやり方にしてくれればいいのにとか思うんですけどね、うんうん、やっぱりストレスがなくなる会議、はい、で楽しくアイデアが出る会議というかね、うん、楽しんでほしいですよね、せっかくの時間なので。そうそうそう、脳みそもね楽しくないと、ね、あの動かないですし ね、うーん、近々何か講演とか誰でも参加できる講演とかあったりします、はい、近々だと、あ、うん、自主開催のセミナーがちょ、うん、もう本当に頻繁にやってますので、うん、そちらの方は、うん、直近だと今週の土曜日、お、今週の土曜日、はい、とか月曜日とか、そんな感じで。じゃあブログとかを拝見すると、ね、ホームページ見ればもう完璧に載ってますけど、うん、まだ今ちょっと12月までしかアップしてません。あ、じゃあ楽しみに。1月以降がまだちょっとアップできてないです、うんうん、お、有馬さんこんばんは、ビゴラース、ただいま帰宅、携帯では視聴できるがツイートできないんだねと。あ、本当ですか。スマホだとできる場合もありますし、最近アプリが新しくなって、
多分それをダウンロードし直すと画面が縦に使えてコメントも入れれたんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ、はい、ということですね。ありがとうございます。じゃあ黒猫つながりだったということが判明した今日でございましたけれども、ちょっともうちょっとだけ私の、はい、昨日 ね、 はいね、スペシャルなことが起こりまして、おめでとうございます。驚き桃の木でしたけどね、この、人前で話すのが楽になるっていう、ね、5つの魔法本、ね、魔法本がですね、昨日あのオーディオブックアワードっていうのがあったんですけども、うん、その審査員特別賞ね、すごい、ありがとうございます、おめでとうございますね、もう特別賞をですね受賞いたしまして、小学生ぶりに賞状をもらってきました今日持ってこなかったけど、びっくりですよ、うん、音にして聞くのもまたね、本って全然違いますよね、面白くて、私も結構あのいろんなあのテープの時とか、うんうん、あと CD になってからも結構聞いてたかな、うん、しばらくは本があんまり得意じゃなかったんですね、うん、なので聞いてたこともちょっとあったんですけど、やっぱり耳からの方が得意な人もいる、そうかもしれないですよね、うん、五感がね、目が得意な人、うんうん、耳が得意な人、うん、あとはやってみるのが得意な人いるのでその耳の人にとってはね、オーディオブックとか最高かなと思いますね、うん、でもただ私は自分のがそのいろんなそのなんていう、音を出す人なんていうのかな、音を出す人、なんていうんだっけ、あ、ナレーターさん、ナレーターではなくって、うん、セリフ言う人、セリフ言う、アニメとかで声優さん、声優さん、そうそう、私は声優さんがいろいろ喋ってくださっているので、なんか自分の本じゃ、なんか、ね、自分の本じゃないみたいな、そうなんだ、それも面白い、おかしくって、ナレーターさんと声優さんってやっぱ違うんですかね、違いますね、私なんかね結構有名な声優さんがその音声ブックのものなんかをやってくださっているので、うんうんうん、本当に笑いましたよ、なんかボブとか、あの本の中にボブとかいろいろ外国の方も出てくるんですね、うんうんうん、それで、うん、ボブってうちの店長かと思ったね、そうで、例えばあの日本人ではなくて、うん、海外の人が日本語を喋るような言い方ってありますよね、うんうん、そんな感じでちゃんと言ってくれてるんですよ、はい、素晴らしいですね、なので大爆笑なんです、大爆笑なんだ、違う、まあ、もう本とはちょっと違う感じで、ちょっとそれはそれで気になりますね、この本がそのままサリちゃんの場合は音声ブックですか、内容は一人の人がナレーターでずっと読んでいる、一人の人が読んでくれてるんだけれども、うん、私も結構はじけて初めのところとか自分の過去のこと書いてて、うん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 、やったったぜみたいなのとかあるんですよね、うんうん、会話で、うん、それも本当にそんなの言ってくれてて、そうでしょ、もうね、ゾワゾワゾワってするの、ね、すいませんそんなこと言わせてみたいな、多分ちゃんとしたナレーターさんというか真面目なナレーターさんなのに、うんうん、そんななんかちょっとふざけたことを言わせたり、うん、うんちとかが出てくるんですよ私の方すいませんなんかピーな言葉言ってなんかこうね、心の作り方、うんうん、健康な体と心の作り方っていうので、うん、あのね、排泄物のことが出てきますのでね、うんうん、なんかそういうこと言わせて申し訳なかったなみたいな、本当に、わかります、本当ね、なんかまた音で聞くのってね違うし面白いですよね、うん、マリマさんありがとうございます、あ、おめでとうということで、声は野菜が素敵ね、クリスマス仕様、そうなんです、これね今ねプレゼントでもらったんですよ、ありがとうございます、かわいいです、これ鈴がついてるのにならない、あ、ありがとうございます、竹内ひろこさん、こんばんは、あ、アントニオさんもビゴラスでございます、ビゴラス、ありがとうございます、小松さん、サリさんオーディオブックアワード審査員特別賞おめでとう、ということでいただきました、あ、松浦さんもありがとうございますおめでとうございますということでね、皆さんにもうたくさんフェイスブックでもコメント入れていただいて本当に嬉しいです、すごい、ね、いっぱい本当にお祝いのコメント書いてましたよね、ね、嬉しいですね、本当に、そうでも1年前の本だからもうそろそろ棚からもなくなっているわけですよ、このメンチンというのが、ね、うんうんうん、
それなのにね、選んでいただいて、本当に投票してくださった皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。というお礼でございました。また次は明日一応発売というか発売予定のですね、人の目を気にせず楽に生きるために黒猫が教えてくれた9つのことという本ですが、ルリコさんができるまでみたいな本かもしれませんこれ5月ぐらいにお話いただいたんですよね、この企画、うん、もうちょっと前ですね。もうちょっと前、うんうん、ちょうど出会った頃、あ、そうかもしれないですね、の時の、そうそうそう、早いですね、書き上げて、うん、書くのはね結構早かったと思います。へ、うん、いいですね。で書いて一回書いたんですよ今回書いて、うん、でそれをちょっと読んでもらったりして、うん、パートナーに読んでもらったりしたら、うん、これじゃいかんみたいな、やり直しみたいな、泣きました今回若干泣いてますなるほどね、大変だもんね、泣きました。でもねそのおかげで本当に読みやすくなりましたし、うんうん、ストーリー、お話のように書いてるので中学生でも簡単に読めちゃうようなこんな感じになってるんですよね、うん、そうそうそう、全て分かり合おうとしない、うん、黒猫思考、うん、ね、分かり合おうとするから何ですか喧嘩するみたいな。そうですよね、うん、あ、そう、昨日受賞式にね、うん、山崎直子浦さんっていう小説家の方、うん、名前間違ってませんか、うん、いらっしゃってて、うん、その方の小説を朗読、元 AKB の名前忘れちゃったけどすっごい可愛かったんですけど、その人がね朗読してくれたんですけど、その本の中身にもなんか若干近くって、なんか小説にもなるし、これは中身はね本当にビジネス書というか自己啓発なんですけども、なんか学んで楽しんでいただける本に仕上がってると思うので、ぜひ18日の夜、キャンペーン、はい、夜夜9時から翌19日水曜日のハッピーエコ終わりっていう感じで、はい、夜9時までのキャンペーン中にですね、Amazon からお買い上げいただきまして、うん、で登録してもらうとですね、いろんな特典がついてくるよという、うん、で特典1個目があなたの夢を応援しますっていう特典で、抽選で2名様の夢を叶えるために金光サリー頑張りますっていう、あ、すごいすごいっていうのと、まあ、あとはぜひまた見てください、ね、いろんな特典が、うん、キャンペーンページ、ね、この時に、ね、買ったらとてもお得、うん、お得、ね、でもこの日程がびっくりしました、うん、何ですか、8と9で、うん、いやいや、なんか意味を持たせてるのかなと、いや、8と9でハッピーエクスプレスみたいな、うん、本当だ、そんな感じで有馬さんありがとうございます。わっ、お久しぶりです、もなかさん、ありがとうございます。サリさんのオーディオブック何度も繰り返し聞かせていただきましたと、嬉しいですね、ありがとうございます。アントニオさん買いますよということで嬉しいです。サリさんの本屋さんでよく見かけますと、うん、本当ですか、その本屋さんに行ってお礼が言いたい私でございます、その特典が欲しいですぜひとも、はい、この何の夢を、クリスマスもありますし、クリスマスね、もありますし、どんな夢を叶えたいか、ぜひ考えながら18日の夜9時までお待ちいただけると嬉しいかなというふうに思っております。で、そのキャンペーンの一つで12月24日にですね、こちらの今日のゲスト、脇本瑠璃子さんも来ていただける黒猫ミーティングというパーティーをいたします。で、こんな風にこう猫耳みたいなのつけて、ね、うん、お越しいただいたりですとか、あとは黒いものを身につけてお越しいただけるような楽しいパーティーを企画しております。うん、イン銀座、ザ銀で、でしたよね、マリマさんね。ザ銀で行いますので、そちらの方もぜひ楽しみにしてください。次の本ってもう何か企画あるんですか？書いてます。すごい。2年ぐらいかかってますけど。2年。どん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 日程伸びて。それだけ濃い中身になかなかまとまらず。やっぱり会議ですか？会議ではなくてコミュニケーション系ですね。だから中にもちろん会議も必ずなんか入ってきますけど、うんうんうん、はい、リーダーのコミュニケーション系
リーダーのコミュニケーション、はい、なんかね、必ずなんかリーダーがつくんですよね。うーん、これそうですね、結構リーダーが読みなさい、ね、必ずなんかついちゃうっていうか、うんうんうん、しかもなんか色が男の子色ですの、ね、そうですね、男性が手に取りやすそうな、うん、これもねちょっと女性っぽいですけど、文芸っぽいですけど、ぜひ男性の方にも方にもっていうか両方に向けて、うんうん、書きましたけど ね、どっちでもいい感じですよ ね、中身的にはね、うん、そう会議の本、ね、はい、 ありがとうございます、村岡さん、猫や動物は実は悟っている側面があって、うん、いろいろ学ぶところがありますよね。人間は過去の罪悪感や未来の不安にとらわれがちですが、動物はいつも今ここを生きてますよね、と。なんという素晴らしいコメントでしょうか、ねということで、いいお時間になってまいりましたので、じゃあ今日のまとめを皆さんコメントしてください。で、今日プレゼントっていただけるんでしたっけ。あ、じゃあこちらの本が男女関係なく特にどなたでも読んで使えるということで、リーダーは話を1分以内にまとめなさいという、ね、結局何か言いたいのってよく言われている方には特におすすめです。話長くなっちゃって、はい、私か、うん、まあいいや、はい、これですね、この本を1名様にプレゼントになりますので、ぜひ今からまとめで、先ほど来られた方もぜひ今の心境とか今お話を聞いてなんか思ったこととか、この姿を見て思ったこととか、ね、そうそうそう、ぜひ、まとめというふうにして書いていただけると1名様に当たります。ぜひよろしくお願いします。じゃあルリコさんも書いてもらってもいいですか。はい、何書くんですか。なんか伝えたいこと、伝えたいことメッセージを皆様によろしくお願いします、はいはい、ありがとうございます。これももらっちゃったんですよ。赤花、もう完璧にこのね、花がもうこれは買えと言われたような気がしてありがとうございます、嬉しい。よし、じゃあ行きますかね。本屋さん行って2冊並べてメンチンしてもらわないと。あ、小バッチさんお願いしますね。あの、北海道エリア担当宣伝隊長、はい、よろしくお願いします今日のまとめ、うーん、なんかいっぱいあったよな。ぜひ皆さんまとめを書いてくださいね。あれ、字が書けない。ん、裏に書いちゃう裏いっちゃってください。私ももう一枚書こうと思って。今日のまとめ何しよう。この本が当たりますよ、皆さんツイートお願いします。はい、それではちょっと私からいいですか。はい、じゃじゃん、今日は気づいたら大量行動ということで、ね、リリコさんこう、あ、そんなコミュニケーションあったんだっていう風に気づかれてめちゃくちゃ一気に学んだっていうのがすごく印象的でしたね、うん、普通だとね、本当に自分と違う意見のことを聞いた時に、うん、はい、本当にそうなのかなとか、まあ思うと思うんですけど、多分そこピンときたんでしょうね、うんうん、そしたらもう大量に勉強してしまうというのがいいなと思いました、はい、うん、なんか知りたくなったらもう止めないで、うん、全部とりあえず得ようみたいな。そうですよね、はい、うん、とりあえず得て、その後で自分に合うもの合わないもので、うん、振り分けるっていうことですよね、うん、はい、なんかそれをなんか
感じましたね、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあお願いします。はい、私は本当に本音トークということですかね。これいいな、ね、そうだね、思ったことはそのまま口に出す、はい、本音トーク。あ、今こうリバーブっていうんですか、かけたかったですね。本音トーク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 ねえ、やっぱりこれしないとね、うわっ面での付き合いがどうも、うん、ね、なんか苦手だし無駄かもしれないし変に気づかれして、ね、嫌かも。ちょっとちらっと見たんですけど、うん、女子会嫌いなんでしょ、うん、苦手、本当にそう思ってるんだろうかって思うからやっぱ女性の会話っていうのがちょっと特殊な感じがして、うん、しますね、自分もあの女性のくせになんなんですけども、うん、なんかちょっとその場で盛り上がって、はい、でなんか一人いなくなったら裏でっていうような、よく電車で見るんですよ。あ、そうなんだ。3人組とかで話して、うんうん、で楽しそうに喋っていて、一、うんうん、人が電車降りてくと二、うん、人でなんとかってなんとかだよねみたいなのを見るとかすると、あ、ちょっとそれは嫌みたいに思うんですよね、うんうん、でその女子トークというのか、うんうん、女子会っていうものが意味あるのかなっていうのをよく考えてしまい、そう、別に男子会とはあまり言わないよね、うん、そのジャンルがあるんでしょうか、わかんないけど、うん、基本は苦手ですね、うんうん、その何のためにやってるのかわからない時間っていう感じ、何のためにというよりその本音じゃないそのトークがダメなんですね、うん、さっきのように、うん、そかそか、ね、本当にその人のことがとっても嫌なのに、うん、でもさもその場では嫌じゃないような、うん、会話してるでしょ、うん、ああいうのが苦手なんですよ、ね、私ダメなものはダメなので、嫌な人は嫌で、うん、もう思い切り見えてしまうっていう今日この頃です。今日この頃、はい、ダメなんですよ、はい、最高です。黒猫、もう黒猫モデル、黒猫もう完璧、はい、私のことみたい、ね、黒猫です。ぜひ黒猫を読んで、はい、私裏表のあるちょっと言動したことあるなとか、自分もそれはいつもね、こう、うん、こう振り返りながらではあるんですけども、うん、そういうこのようにもう裏表なく全部前みたいな ね、まあ、それはそれでね、風当たりはきついです。風当たりはもちろんきついんですけど、はい、でもいいです。そういう意味ではこれって結構厳しい本なんですよね、うん、この生き方、うんうん、その場でその場だけを作ろうって生きるっていうのも、うんうんうん、もちろんなんか世渡り上手とかよく言われるし、ね、いい世渡り上手ではないじゃないですか。めちゃめちゃないですね、うん、世渡りベターですけど、ね、どっちかというとどんだけ苦労するのか、苦労はするし腹万丈なんだけど、でも楽しい生き方、そうそうそう、うん、結局そのことをよく分かってくれる人しか周りには残らないからいいんですよね。変なつながりじゃなく、そうだから頼れる人っていうか、いざとなるとそうなんですよ。ダメなところはダメって言ってくれるし、正直にみんな言ってくれますよね、うんうん、なんかそういう関係を作りたいなって思った人には黒猫ライオン、うん、ぜひどうもよろしくお願いしますって、なんか宣伝にしてしまってですね、はい、皆さんツイートありがとうございます。おお、挨拶は率先して自分からするっていうまとめ、ありがとうございます。実はね、それ私も1枚目に書いてて、そう、じゃあもう松浦さんにあげちゃおうかな今日の本ね。ねえ、じゃあ松浦さんおめでとうございます。ありがとうございます。送りますね。はい、小松さんありがとうございます。しっかりコミュニケーションをとって風通しのいい楽しい会話をしようっていうね、うん、まとめ、言いたいことはちゃんと言おうねと、そうですね、言いたいこと言った方がいいですね。いいですね。水越さんありがとうございます。チース800久しぶりということでねえ、ありがとうございます。来週よろしくお願いしますね。メディカツ始まりのキャンペーンなのでよろしくお願いします。マリモさん、あ、マリモさんね、いつもね、私のね、眉毛とかね、髪型とかチェックしてくれる、うん、あ、そうなんですか。そうなんですよ。ちょっと読んでみましょうね、今日の私のあの評価はどうかな。声のまとめ、サリールリコさん、2人とも中途半端なヘアスタイル黒猫出た、ね、黒猫出た。そう、ユーストですから、映ってるんですから、力を込めましょう、全力で推進。サリー眉に力込めすぎだから、あ、
本当？そう、確かにね、昨日ちょっと授賞式だったから濃くしたんですよ。で、濃くした次の日って薄くできなくないですか？あ、そんなことないですか？うん、私メイク1日濃くしたら次の日も濃くなっちゃうんですよね。だから1日すっぴんの日がないと元に戻らないという、まあ言い訳です。はい、すみません。なるほど、確かにさっきまで、ね、言ってたのよね、私髪が、髪今日ちょっとついて、セットしてきませんでしたとかって。そう、さっきね、こうやってね、そうそうそう、よくわかるよ、わかってね、何も持ってきてなくて、はい、そのまんまできましたっていうのがバレバレ。すごいでしょ、すごい。なんかいつも、ね、お見通しな感じでね、マリモさん恐るべしですよ、ね、いつもね、眉毛チェックとかね、髪型チェックしてくれるんですよ。すごい。まあ、今日はこれで許してください。うん、そうそう、はい、これで。そうそう。なんのこっちゃという。はい、ありがとうございます。はい、ということで、1時間15分、ちょっとオーバーしてしまいましたけれども、とっても楽しい、楽しかった、中身の濃い時間でございました。うん、お、中村さん、ありがとうございます。純也さん、中村さん、ビゴラース。もう終わりですが、アーカイブで見てくださいね。という感じで、はい、はい、じゃあカッハラをつけて終了したいと思います。本当になんか黒猫本ばっかりで、うんうん、本当ありがとうございました。本当宣伝隊長になっていただきたいぐらい黒猫な方だということが今日とてもよく分かりました、はい、ありがとうございました。ということで皆さん、また来週、来週は本当それこそキャンペーンの日でございますので、うん、そうですよね、うん、そう、許せんね最高、はい、キャンペーンですので、キャンペーンの Amazon キャンペーンでもう1冊購入した後にこの番組を見ていただけるとですね、私が喜ぶということになっておりますということで、来週またお会いしましょう。それではまた来週。今日は、カンファリストのね、はい、秋元瑠璃子さんにお越しいただきました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。おやすみなさい。ビゴラース。幸せ列車に乗りたいな、行き先は夢自由の国、幸せ列車に乗るんです、チケット持って、あー唱えてよ、会いたい人やしたいこと、あー願ってよ、どんなことも気の向くままに、悔しくたって、その意気
幸せ列車に乗ってるんです。行き先は夢自由の国、幸せ列車は無料なんです。気づいて乗るだけ。幸せ列車に乗りたいな、行き先は夢自由の国、幸せ列車。